願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。さあ、とりあえず鬼武者埋まってる、正宗埋まってる、カバネリ埋まってる。いやー、久しぶりにゼロにするか。ちょっと待って、2台空いてるんで。あれ、昨日おととい全部プラってんだけど、3日連続プラってんだけど。じゃあ4日目に期待するか。4日目に期待します。あ、ちょっとありがとうございます。いただきチャンネルがやまんでございます。ということで本日は、ウエスタンの、浦安柳通り店さんの方にお邪魔しております。そして本日はサスケさんが、浦安の駅前店さんの方にお邪魔しているという感じでございまして、ダブル来店という形でやっていきたいと思いますけれども、本日抽選が大幅にやられまして、ケツですね、ほぼ。はい、実は正宗さんの、誕生日ということでね、できれば正宗さんの戦国を打ちたいなと思ってたんですけども、それはもうもちろん取れるわけがなく、はい、番長ゼロがねたまたま空いてましたんで、はい、ちょっと2択でどっちにしようかなって悩んだんですけど、まあ右側の、はい、番長ゼロ久しぶりだからね、多分今日ちょっとやれる気がしてるんですよね。やっちゃいましょう。はい、ということでよろしくお願いします。サムネを行きましょう。まあでも大体毎回番長は強いイメージなのでいけるんじゃねえか。えい、でも番長ゼロどこまで扱いがいいかすごい悩ましいよね。 6.5 号機がどんどん増えてきて、で 6.5 号機に人気が集中してるんで、正直いつ番長ゼロがねお役御免になるか分かんないじゃないですか。いやでも実際 6.5 号機が面白いんだよな。でもやっぱ荒いのが好きなんで俺は。もう一応今年中からねスマソロも出てくるらしいですけど、いかんせんそのスマソロ用のサンドというかあれを手に入れるのがすげえ難しいらしくて、結構大手法人がまるっとその辺を買い占めちゃうらしくて、行き渡ったりするのに結構時間がかかりそうっていう噂は聞きますけど。早くも1万円なくなりました。ちょうど300ゲーム。2枚目。あら、第二停止 40% ぐらいはある。ああ両方これあるな、当たってるまであるな。ちょっとまで落ちたし、やっとか、天井行かないで済むか。さあお願い、行ったでしょう。1万5000円で5000円得したかもしれない。あら熱い。はい、ありがとうございます。415ゲーム投資1万5000円でございました。はい、おならおなら、押し切りからの赤か。まあ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 、天井行かなかったから助かりました。やっぱちょっとお派手に行かなかっただけで嬉しいな。やっぱお派手に行くとね絶望感しかないからね。ああ溜まっちゃった。あーおどまり、一番最悪なんじゃないですか。え、5パンダだ。え、チャンスあんの。うわー一角マジか。青で取れた。どうしたどうした、様子がおかしい。いやとてもいいスタートですね。はい、頑張りましょう。ここで1500枚ぐらいで玉を作りたい。260枚ね。まあ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 、さあ頼む、今日はゼロもやれる日、今日はゼロもやれる日。思い込みがね。お、いきなりちょっと暑いね。
よし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 、もらったろ。まあ大丈夫でしょう。よしよしよし、バスコン、バスコンじゃなかったけど、教育的指導八角でございます。青ならでいいんだぞ。いいね、これ青ならありそうね。あーまずこれ止まる。よし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 、青なら2の1。102ゲーム、投資変わらず素敵です。チャンスモード2回ぐらい確認してて、青なら 2V1、 今んとこ全然いいわ。赤まで行きたい。いやー誰か、緑まずい、カモン。終わった。あ、ナイス、よし、さすが青なら。あー最初から2段階目ですね、熱いね。あー3段階目、これは確定です。18ゲーム間に合いましたね。いやーちょっと下手くそっすね、チャージ中が。もう1個来た、おーナイス、マジ全然引けません。ないよね。421枚でした。まあさっきより伸びましたね。いやでもこれ20ゲームいってますね、勝ちました。さあ近く、読み札弱え、チャンスアップ来ねえでも勝つんだね。はい、51ゲームゼロモが頑張ってる、珍しい、こんなことなかなかないよ。オッケーオッケー、当たることが大事。さすがに山田な、厳しいかな。レインボー、赤赤チャンス、お、いいよ、燃えてる、いったー、ナイス、上手すぎる。3の3だよどうした、おやおや、チャンス目か。サンキュー、サク。まあぶっちゃけ保証でもよかったけどもう残り7まで来ちゃったし、まあ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 大事大事、なんか自力で当てた方がねやっぱり気持ちいいから。いい、おやおや、もう一個なんだよね、もう一個、熱い、よし、よし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 、ようやくクラス取りました。いただきましょう、ライジン。熱いところは何もない。まあだよね、まあ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 、ダメか、2個目まではいけず。まあでもポイント的にはかなり600超えてるんで、入った。さあ何色、2、3、しかもゼロ引いてる、あったけー、あったけー、いやー引けん、頑張れ、違
いやマジ危険。そう足りねー。お燃えてる。まあ乱心はできないけど。押せ押せ。あ押さない。あーダメだ押さない。おって俺ゼロ畑行って負けたよね。なんでこれ出てきた。どういうこと。しかも青いんだけど夜なんだけど。え負けからどう。初めまして初めましての現象来ました一応実践の確定かな。あの演出はよいしょー。あーどういうことだこれゼロも勝ってなくてその次がチャンスモードでそのままポイントをゲットしていったってことかな。まあ一応100何ポイントは残ってたんで青。まあそういうことだと思うんだけどね。さすがにまあでもすげえ助かりますねダメだと思ってたボーナスが返ってきた。キビッチお、ルースウィスさん650枚でございました。まあなんか初めての現象も見れたしなんかいい AD だったな。よし、そしてプラス池だ。ゼロもさえ当たってればな右肩に行けるんだろうけど今日どんだけゼロも対象いいかだな。今のところめちゃくちゃいいよ。155ゲーム持ちメダルです。赤 OKOK。おー、あるんだ、マジ？え、今日ちょっとやばくない？青で AT2 回目なんですけど。残念した。308枚。今日なんか結構出玉感ある気がするな。あ、熱っ！いただきました。ゼロも今日めっちゃやれんだけど。どうした？こういう台じゃなかったはずなんだけど。89ゲームやべえ楽しい番長ゼロ楽しい。いい全然いい全然いい。回っちゃう。回んない。初化け。これ止まったら高設定したジャックですかね。あれなんだっけ。多分156。あ、156か。もう一歩詳しいじゃん。これだけは覚えてあ、156だ。はい、5トン。さあ5トンは16%から43%。ここ AT ぶち込んじゃったら大変よ。押してないけどあるー5トン刺さりました。設定差2倍。2倍。今日残念。159枚めちゃすくめちゃすくです。チャンス。激アツきた。よし、また天井行かず。508ゲームなんとか耐えですね。
いや大丈夫だろ。おお、スリーまで行った。からの乗り物こける、完璧だね。いや今日いいね、ゼロもめっちゃ外ある。134ゲームゼロもから、マジ？おし、赤か。おお、サンキュー。いやーありがたい。ここでの青はちゃんと刺そう。頑張れ。いいよ。162ゲームまたゼロもっすね。素晴らしい。うわーマジ、青7率も高い。6かもわからん。ただ直撃とかしてないんだよね。6なら直撃手数あってもいい。青7だしきっと大丈夫。おっ、めっちゃ逆にチャンスのやつだねこれ多分ね。はい、よし、おお、これは良役です。お願い、ライジング、お願い。なんか頑張れ、なんか頑張れ。あー、はい、526枚でございます。残念、伸ばしきれないですね。とりあえず飯行きましょうか、いい時間なんで。さあ、浦安駅前店さんの方にやってまいりました。ドッキリみたいになっちゃった。こんにちは。さあ、見ていきましょうか。まずサスケさん探すか。あ、なるほど、アラジンがこっちなんだ。沖縄にやってんのかと思った。めっちゃ出てる。ありそうっすか。多分6。マジ？2以上出てて、もう周期到達もあって、数字的にはもう6。完璧ですか。6だそうです。はい、嵐でも、めちゃくちゃいいよ。だってここもね、サスケが2箱積んでて、今 1.5 箱積んでて、でその隣も1箱積んでてっていう感じなんで、で、角もか、角も箱を使ってますね。だからちょっとアラジン良さそうですね。じゃあ他はどうかな。まあこれはちょっと設定かどうかわかんないですけど、さすが千葉リオは2台連続で2000枚ってとこっすか。エンジェルビーツ2500流れてるんじゃん。あー、やっぱり今日誕生日だからさ、まさむりなのよ。こちらからまあ1個ちょっと厳しそう。あ、でも箱使ってるね、今出てるとこだね。うん、3台とも箱使ってますね。でやっぱこれ正宗全員でもいいんじゃないですか、もしかして。チャマカツ、チャマカツ2人とも箱使ってるわ。まあこれもやばい台って聞いてますからね。あー、デオニムシャね、やっぱ 6.5 号機元気ある。 6.5 号機元気あるな。これがねありそうって言ってた。隣の方結構カバネにガチ勢なんで、その人の情報だから間違いない。まあ番長は相変わらずですね、強えわ。あ、ちゃんとしっかりね、半分以上の台が箱使ってるん で隣もそうでしょ。でちょっと後ろ振り返っていただいて、こっちは3台並びですね。トーントーン、そしてトーン。まあまあまあ、いつもね半分ぐらいはありそうって感じなんで、今日もそんな感じなのかな、向こうもこっちも。シャア、え、バラもあるのか。シャアと、エヴァっすね、魂の共鳴で、からのよ、からのよ、マクロスデルタも3箱積んでるんだけど。え、待って、やばくない。で、からのアクエリオンも、まあ、アクエリオンはちょっとね一発あれかもしれないけど、で楽園追放も2箱積んでるよ。
からのバイオ森箱飛んでるよ。どうなってんの。この一角すごくない。で向こうもちょっと絆元気そうだったんですよ。でこっちもちゃんと絆元気ですね。まあこの台でとりあえず一箱だけど、はい、こちらもう3箱オーバーですね。でさらに隣も1箱半。でちゃんと後ろも箱使ってますよ。まあまだ分かんないけどね、全然まだ全然分かんないけど、とりあえず箱使ってるし、いつもだったら結構開け始めてる時間なんですけど、しっかりと皆さん粘ってらっしゃるんで、絆なんか根拠ありそうですね。今日ちょっと両方とも強そうだわ。なんかもう本当ベース高えって感じで箱ガンガン使ってるんで、ただアラジンがね相当良さそうだったんで、向こうのアラジンのちょっと様子とかも見つつ、やっぱ番長絆あたりはね両方共通でやっぱ出てるんで、バラのあの並びがめちゃくちゃ出てたんで、もしかしたら向こうの店にもねそういう感じのところがあるかもしれないんで、ちょっと探してみましょう。はい、ということで飯食って戻りましょう。さあとりあえずトントンぐらいですかね。今ちょっと出玉作ってマイナス1からトントンまで戻ってきました。とりあえずゼロモード今日めちゃくちゃ刺さってるし、 AT めちゃくちゃ取れてるんで、で青なら率も高いんで全然悪くないと思うんですけど、まだ直撃とか来てないんでね。うわー18ゲーム、幸子先生だけだいいところ。いけいけ、3連続攻撃。おいレジュー、はい167ゲーム、ゼロモード。いやマジでゼロモード9割5分勝ってる。よいしょ、マジ。いかない、2化け目だ。え、本当に来ないぞ。え、これ待って、1か5か6じゃね。化け2の2だぞ。このままいったら、偶数しさ2回目。さあ、またゴトンですね。 16% から 43%。あら、10トン落ちてきたよ。あるんじゃないこれ。さあ、行け。まざま。あー、来た。勝った。え、2の2なんだけど。16%2の2で引く？引かないよね。で、1、5、6、2回連続で引く？いや、引かないよ。5、6だよ、これ。で、偶数したら2回でしょ。6じゃん。はい、ということで化け後5トン2の2でございます。いやー伸ばせねえなー。間違えろ、ストック持ってろ。強くねー、持ってるわけがないよね。そして90ポイントしかないんで行くわけもない。258枚。さあ伸ばせない。14。マジで左のグラフえげつないな。いやえげつないよ。マジ6だよ。だから俺すげえ6っぽい感じなのにさ、自信を持てないんだよね最後まで。6並べるかなーっつって。いやそうそうそう。だいぶ濃厚。ああ。いやえぐいよ、これが6だよ。やめない、この隣の人絶対やめない。あ、早くない、え、めちゃくちゃ早くない。194じゃなかったっけ、9ゲーム。負けるわけない。いや負けるわけないよね。その程度か。
ああ、オッケーオッケーオッケー。はい、まさかの9ゲームでした、特訓が。いやー、ゼロも強え。こんなに当たるんだ、ゼロもって。青、変わらないということで、メダル全部飲まれました。追加投資5時間ぶりぐらいに現金投資だね。たまにこうハマったタイミングでガッとメダルなくなって、で伸ばせないでっていうのの繰り返しだわ。お、夜行った、当たるわ。でバリバリも両方来るでしょ。え、バリバリからの泣く子も黙る。熱っ。はい、もう絶対当たりました。3連続で確定かな。439ゲームでしたね。1万と8000円。あかん。さして、弁当引いて黄色までいかないの。そんな。あ、超来た。よかった、これは大丈夫でしょう。はい、早め。青、青、青、あー、いや、やばいよね、マジで。異次元クラスだよこれ。6だと思うんだけど、俺。ございません。あー、こう設定した弱。当たってる。ゼロモードがマジで強いわ。いいね。青まで。赤、チャンス、微妙な気がする。あ、燃えてる。チャンスでパワー。なんで復活。おー、まだまだ、ナイス復活。いやー、うまいね、マジで今日。しかもレア聞いた。え、これチャンスじゃない。ゼロだった。はいはい、いいね、強いね。カットに来ない。ない。ああ、なるほど。フェイントね。いやー、マジで通常時のボーナスがえぐい。こんなに取れる。いいよ。ナイス。よし。届いた。クラスって。久しぶり。ラビ出し、レークレーク、連打か。あー、旗だな、外れ。あ、おっと、まさか。あー、何も言ってないのに、何も言ってないのに言った。どういうことや。びっくり。これはびっくりだね。20超えただけでも驚いたのに、ライジングまで行きますか。やったー、始まったー、やっと120個。
あれ？アベレージ4つ使いつつだよ。あーやった。え？同じ演出永遠に続いてんだけど。マジかよ。やっとだよ。全然足んない全然足んない。違う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 、全然足んないマジで。オッケーオッケーオッケー、まだ間に合うまだ間に合う。よし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 、頑張れ。いやちょっとセンスないて、まあ平均ぐらいか。あ、4つは乗せって感じですかね。そうだね、もっといけると思った。まあでもとりあえずこれでボーナスも取れますし、次のねクラッシュもいけるんで最低限の仕事ができた。絶頂、絶頂まで行け、完走して絶頂。2人目、3人目、4人目、行け、ここか、ここ越えたら、ここ越えたら絶頂。あ行ったことない行ったことないよ。まあ青ならすね。まさか2回目のライジン。まあ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 、まあ、そんな簡単じゃないよ。全然伸びんかった。いっぱい引きまくれ、5分の1、5分の1をいっぱい引きまくれ。さあ2段階上がれ。むしろ全部いっちゃえ、あ全部いっちゃえ、全部いっちゃえ、全部いっちゃえいったいったやったー、ねじ込んだ、やりました、やりました。ないか。いやーライジング引いてこれ668枚、無念すぎる。いや多分設定あると思うんだよな、間違いなくあるのにやれてないって感じですよね。これはちょっとやめらんねえよ、こんなところで。もう絶対に勝っている、あとは直撃かそうでないか。ちょっとポイント見てなかった、すいません。はい、58ゲームあーボーナスですね。取らせてもらうよ。ダイリングボーリング。お、3ゲーム連続で攻められてる、チャンス目。ダイリングボーリング言わなかった。94ゲームゼロモード、マジやべえ、こんなにゼロモード当たる、異次元なんだけど。回れ青7、回れ、そんなに、ああ156だ
すごっ、4の3で1が6出てきてる。あ、4ゲーム継続強攻撃あるんかい。あ、あるんかい。98ゲーム、ゼロモードから絶対ダメだと思った。すげえ、ね、あーダメか、ミスる。おい、ついたー、ナイスエティ。さすがですわマジ。243枚 AT は入るんだけどね、伸びないね。でもいきなり肉自慢、いいね。あ、確定。対決中のゼロ揃いは確定でございます。65ゲームまたゼロモード、すげえなマジで。めちゃめちゃゼロモード当たる。やめてください、回ってください、青ならで。あー負け。あのすいません、また1号6なんですけど、これ今日4 5分の4で1号6なんじゃないこれ。もう絶対に1か5か6じゃんこれ。そんなわけないもんだって、そんな出たことないよ俺。ちょっと読み札弱いけど、いやでもチャンス当たってる。来い、ナイス。122ゲームまたゼロモードからでございます。9割5分だねマジで。あかんなんな。押せ押せ、うわ押してる押してる、いけ、よいしょー。ゼロも強すぎ。63ゲーム、まあ、多分ここ最近のね俺の番長ゼロがあまりにもゼロも刺さりすぎてる、刺さらなすぎてたから、その分今日収束してるわ。いやそうじゃないとおかしいぐらいゼロも刺さってる。赤7は取れないけど、青7だ、青なら取れないけどね。まあ無理だ。お、バリバリした。え、ゼロモードじゃん。本当だ、ゼロモードループ。これぞ高設定。ゼロモード抜けてゼロモードだったら俺別に負けてねえなまだ。さて、それでは店内状況を見ていきたいと思います。こちら絆2なんですけどね、1000枚ちょっと。ただグラフ的にはありそうっすよね。でこれ隣の絆2、これもやれてないですけどね、惜しい。はい、でこちらもっすよね、絆2はなんか全体的にベース高そうな、中間以上はありそうな感じですよね全体的に。え、マジで全部そんな感じなんだけど。マックス2000枚、でこれも揉んでる感じですね。でちょいプラって終わった。はい、でこれも右肩最後ちょっとへこんじゃったけど2200枚。はい、下げです。2000枚なんですけど、なんか朝からずっと粘ってた感じだったんで、ありそうな感じだったんですよね。これ多分間違いないですね。正宗戦国でございます。別積みの上に3、5000枚ぐらいでいってるから。で正宗隣戦国も、今2箱でもう一方 1.5 箱っていう感じなんで、正宗戦国が今日やっぱ誕生日だけあってね、ワンチャン全員あったんじゃないかなっていう。で鬼武者ね、1300枚だけどプラマイちょうどいいぐらいですね。でこっちの鬼武者は今人入れ替わっちゃって今1箱1300枚になってますけど、その前にね別積み含めて4箱ぐらい持ってたんですよ。だからこっちはまあまあ上だろうなと思って見てました。はい、こちら番長ゼロ2000枚、でこれおそらく6でしょうね。めっちゃ綺麗に右肩で、これちょっと怪しい感じですけどね。
はい、で最後私の番長ゼロ上だと思うんだけどな、5、6だと思うんだけど、お疲れ様でした。ということで、ウエスタン、浦安柳通り店さんでの収録終了いたしまして、まあ一番良かったのはあれですね、マサムですね。やっぱ朝一ね、前半で行かれた方々がもう朝からずっと粘ってますよ。角台の方が多分一番出てんのかな、5000枚ぐらい持ってましたけど、あれは間違いないのかなと思います。であとは新鬼武者っすよね、鬼武者2の角台が、1人4000枚ぐらい持って帰ったのかな、その後の方が今1000枚ぐらい出してる感じなんで、まああれも間違いなくあったのかなと。私の台は何だったんでしょうねあれいやマジであれ上じゃないの。まあちょいちょい高設定したっぽいのも出つつ、156が2分1で出るってさ、やばいよねやばいと思うんすよ。であと5トンがさ2回刺さってるんですよね、5分の2で刺さってるんですよ。だからまあ大体 40% ぐらいってことを考えると、俺は6でいいと思うんだけどな。はい、投資が1万8000円、開始が236枚でした。いやー、やっちまったな。まあ一応再生期っていうかね、プラス期には何度も行ってたんで、まあ隣にねゴリゴリの6があったんで、ちょっと自分の台は5なんじゃないかとか、いろいろ考えちゃって邪推しちゃったんで、はいまあその辺が良くなかったのかもしれないですね。ちゃんと設定入りつつも、俺も設定がある台に座れたけどやれずっていう感じだったんで、なんかちょっと歯切れの悪い感じで帰る形になりますけれども次回の時は、6.5 号機中心に番長絆をサブでっていう感じで立ち回っていければワンチャンあるのかななんて思っている感じで、我々のいただきチャンネルのスケジュールこちらの方にバッと貼らせていただきますので、皆様近く、まあもしくはね、あの遠方の方でもね、ワンチャンお休みのタイミングとかでぜひ来ていただいて、一緒に楽しめればなと思いますので、その際はよろしくお願いいたします。ということで今回は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。